はい、こんにちは、RKGQ です。いや、待ちましたね。キャットインザボックスですよね。いよいよこれが登場ということなんですけども、トリックテンゲームなんですね。基本のコートのそのものはどっかで聞いたようなトリックテンキーのゲームがそのまま入ってるっていう非常にベーシックな構造でありながら、これしかないんじゃないかっていうね、ものすごい特徴を備えたゲーム。それがこのキャットインザボックスなんですね。いや、私ね、大好きなんでね、早速ね、中の方をね、見ていきたいというふうに思います。The Game Gallery。さあ、こちらの出してみましたって言ってもですね、まあね、トリックテンゲームなんでね、こうしたトークン類の方とカード類がね、一式あるだけということになってるんですが、こちらね、トリックテンゲームなのでですね、スーッと4つあるんですね。緑、黄色、青、赤のこの4種類となんですね。そのカードをプレイされたらですね、緑をプレイされたらですね、緑を持ってれば出さなくちゃいかんというね。で、その出した中で全員が1枚ずつ出して、一番数字が大きい人が1トリック取りますよ。勝った人が次を出しますよ。例えば、黄色を出しましたよって言ったら、残りのプレイヤーがもし黄色を持ってれば出さなくちゃいけませんよ。持てなければ何を出してもいいですが、赤が必ず切り札っていうことになってるので、赤がもし出てきていれば、そちらの方の数字が赤でね、一番大きいプレイヤー勝ちますと言ってね、これがマストフォローの切り札ありというゲームですね。で、こちらの方に最初こういったものが配られているので、ゲーム開始時に手札のカードをこうもらって終わった後にね、何トリック勝ちますかっていうのをみんなここのところに1勝つ2勝つ3勝つこんなしかないですね。これね、ちょっとプレイ人数で違うんですけどね、1、3、4ってありますけども、プレイ人数によって2人から3人の時と4人から5人の時によって宣言できる数が違いますが、まあいずれにせよ何トリック勝ちますかっていうのを宣言するとこうなっとるわけなんですよね。じゃあ全然普通のゲームじゃんっていうことになるわけですが、まあそんなわけなくて、ほら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 黒いんですよね。緑、黄色、青、赤って言ったじゃんってなんですけど、ここ色ついてないですね。全く色がついてない。これがこのキャットインザボックスがびっくりするすごいところなんですよね。ご紹介しましょう。はい、こちらはですね、先ほどは出てきました、ここの差し込み方そのものなんですが、少しバリエーションがあるんで、ね、マニュアルの方をご覧いただきたいわけですが、これを差し込んだ後、プレイヤー人数によってね、例えば4人だったら9は使わないんで、まあそこはマスクしたりするわけですけども、まあこんな行動になるんですね。つまり赤は1から8までですよ、青は1から8までですよ、全部1から8までありますよっていう構造を表してるんですが、こう色ねえって言ってますよね。どうするかっていうと、各プレイヤーに当然こうカードが配られるんですね。カード配られますよね。カードを配られたらですね、先ほど言いましたように、こちらのところにですね、まあ、何トリックを勝ちますかっていうのを、まあ、宣言するんですね。2トリックを勝つとか1トリックを勝つっていうのをね、順々に宣言していくわけなんですけども、じゃあこれをプレイするというとき、実際はですね、これ、実はこの中から使わないカードがあったらですね、最終的に1枚使わなくてよかったりっていう細かいルールがありますけども、それはマニュアルをご覧いただきたいわけですが、トリックテイキングをしたい、カード出すときに、ほい、いや黒ちゃんですよね。違うんです。これ黒じゃないんですよね。これね、よく見てください。これ。これね、青の2なんですよ。って言えるんですよね。そうすると、私、このプレイヤーだったら、あ、じゃあ私、青の2出しましたと、こうなるんですね。で、今もう世界中から青の2なくなったんですよ。出して私が出したから。この瞬間に、この黒の2のカードは、青の2のカードとして固定されたんですね。じゃあ、はいっすよ、私、はい、マスフォローなんで出しますよって、これ、1ね。あ、もちろんこれ、青の1っすよ。出す。青の地ですか、私もじゃあしょうがないですよ、じゃあ4出しますよ、私ね青持ってないんですよ、すいませんねって言って、これ赤の1なんですよって言って出す。こんなことが OK なんですね。でこの時どうなったかっていうと、今度青がないって宣言しましたよね。そしたらさっきのね、こう今置きましたけど、ペットがのけるわけですね。私青がないっていう宣言したと、こういうことになってるんですね。でも今度二度と青を置けないんですよ。だってないって言ったから。ないですよね。ないって言ったんだから、青がこの手札の中にはないというのを確定したんですよね。で、これ赤の1ですね。青、青、青ですね。赤の1が勝って、ワントリック、この人が勝ったということが今決まったんですね。だってみんなそうやってプレイしたから。で、次この人がプレイするときに、もう絶対青は言えませんよね。青ないって言ったんだからね。なので、じゃあ今度のところは、こちらは、これは、黄色の8ですよと。宣言すると黄色の8と、じゃあ私のちょうどもちろん黄色ありますよ、だって黄色5ですよって言って、黄色あるある、黄色7ですよって宣言する、黄色1ありますよって宣言する、当然一番でかい黄色の8が勝つと、こういうトリックテイキングゲームなんですね。言いたい放題なんですよ、だって黒だからね。で出したら何でもいいってね、これめちゃくちゃ楽そうに見えるでしょ、実はこれめちゃくちゃ厳しいんですよね。なぜかというと、一回言った数字はもう二度と出せないんですね。そりゃそうですよね。だってこの世から黄色の1はもうなくなったし、黄色の5はなくなったんですね。黄色7もなくなったんですね。この数字はもう二度と言えないのですが、これ、びっくりすることに数字5枚ずつあるんですよ。5枚ね。
4スートしかないと言うとるのに、1って書いてるカードは5枚あるんですよ、この中。2っていうカードは5枚あるんですよ、全員のどっかに。最初に一部ね、もちろん使わないカードとかね、最後プレイしないカードっていうのはあるって言いましたけども、まあそれはさておき5枚あるんですよ。つまり、俺ここに6いっぱいあるけど、6も埋まってんだけど、みたいなことが起きるわけですよね。ここ言いたいけど、あ、だって俺もう黄色はないって言っちゃったもん、とか言うとき起きてくるんですよね。絶対にプレイできないっていう時が起きる。破綻するんですね。この時そのラウンドはね、マイナスペナルティです。取ったトリックス分だけペナルティが起きるということになります。誰かがプレイできなくなって破綻してしまった。もう絶対ここに矛盾するようにしか置けない。すでに置いているところにしかもう絶対出せないなんていうことをしたら破綻するんですね。破綻するトリックテイキングは珍しいと思いますけども、起きて中断するか、最後まで普通のトリックテイキングやりきるとワンラウンド終了なんですね。普通にやりきれば取ったトリックは1個につき1点もらえます。かつ、ここなんかね、こうだんだんまだら模様がね、こう、うまくこう、みんな、陣地を取ってるんですけども、自分が宣言したトリック数とぴったり取れてれば、この連続した分だけさらにボーナス取るっていう、ここ陣地取りもやってるんですね。陣地取りもこの最初に何トリック取りますかっていう宣言した数と合致していればボーナスがもらえると、こういうトリックテイキングゲームな、素晴らしいのは2つですね。色は黒い、カードをこっから出した瞬間に何色か確定するということと、各数字はなぜか5枚あんねんっていうこと、4スートしかないのにっていうことで非常に破綻しやすい。ここのところが合体した変わった変わったトリックテイキングでオンリーワンなんですよ、これね。ものすごい変わってる。だけどトリックテイキングにありがちなカウンティングする必要ほとんどないんです。だってここ出てますからね。ここに出た数字はもう打てねえっちゅってんだからね。ここで世界を表してるんでカウンティングする必要ないんですよね。残りがもう枚数だってのは分かってるんで、そのうち自分の手札見れば分かりますよね。他は誰が持ってるかもう捨てちゃったんだなっていうのが明らかに分かるっていう構造になっているので、このトリックテイキングゲーム、基本は出したプレイヤーが宣言した色と同じのがあれば、ちょっと言いたい方ですけどね、あれば出さなくちゃいけないし、なかったらどこを打ってもいい。赤が打てば赤が強いですよと、こういう構造になっているのを、トリックを取れば基本的に点です。そして宣言したものとぴったり合ってれば、この重なり方、つながり方によってボーナスが入りますと、こういうゲームになっておりました。破綻しちゃったらねマイナスになっちゃうんでね、このボーナスもらえなくなっちゃうわけですけども、これを一定ラウンド、だいたい人数ラウンドね繰り返して一番得点が多い方が勝ちというゲームになっておりました。いや、私これねやらせてもらいましたけどもね、まあインディー版もねもちろん私持ってるわけなんですけどもね、これはまあ面白いですよ。非常にレアなタイプですよね。だって4スートしかないのに5枚あるって、もうそもそもおかしいですよね、コンセプトがね。そんなこと普通のトリック的に起きるわけないんですよ。だって取り手なんだもんっていうことだし、なぜそれが可能かっていうと、色が決まってないからですよね。手元のこっから出た瞬間に必ず色が決まるっていうね。はい、赤の8です、赤の8お持ちですか、強いっていうね、まあ、こういうこと起きるわけですね。だって色はこの瞬間決まるから。で、一回持ってませんよって宣言した人は二度と出せないんですよ。だってトリックテイキングだから。持ってないよって言ったらマストフォローだから、その色があれば出さなくちゃいけないっていうルールなのに、出さないっていう選択したんだから、あ、持ってないんですよね。はい、持ってませんっていうことになるっていう、この不思議感。しかも、割とビギナーの方でもプレイできるように、カウンティングね、誰が何のカードを何枚出したかっていうのを覚えなくていいんですよね。これ見えてるんだから。ここが合体したっていうのはね、まあ、これはいいというゲームですよ。本当にね、もう本当に持っておいても何の損もないいう形になっていて、しかもこの偉いコンポーネントがまあデラックスになりましたよ、この製品版。このね、コマ類も。そしてこのトリプルエアになってるね、これはさっきの陣取りの影響があるので、どういった形で陣取りするのかっていうのですね、まあ変えられる構造になってるわけですね、こう。これがトリプルレイヤーになってるおかげでみんながプレイしたやつがここに置きやすくなったわけですね。まあなんてこう便利になったんじゃっていうような豪華仕様になったこの製品版ですね。まあトリックテイキングがお好きな方でね、ちょっと変わったやつ1個持っておきたいっていう方にですね、まあこれぜひおすすめです。私インディンとかファンなんですけども、まあこのデラックスなね、セットになっていて遊べるっていうのは、これまた本当に素晴らしいんじゃないかな、なんていうふうに思います。The Game Gallery。はい、というわけですね、ベタボミのキャットインザボックスなんですが、まあゲームはね、抜群に面白い。そこはもう問題ないっていうことをですね、ご承知いただいた上で、まあ気になる人いるかなというところで、ここもね、ちょっとご紹介しましょう。この中ですけども、ここですけども、このね、コマ入れるとこね、若干こう、バラバラに、
なりやすいですね。まあ、頑張れば綺麗に入れれるんですけどね、若干こう飛び散りやすいところが気になる方いらっしゃるかもしれません。私も全然ズボラなので全く気にしないので、まあ、全然これでいいやっていうね感じで使っておりますけども、まあ、こういうところがありますということと、あとですね、まあ、お伝えした方はそっちじゃなくてこっちですね、これカードね、別に普通に取り出せるし問題ないんですが、これ多分スリーブ入れたら入らないです。これほぼほぼぴったりで作られているので、スリーブ入れると入らない構造なんじゃないかなと思います。またこれを全部のけちゃったりしない限りスリーブには入らない中身になっているという感じに構造上なっておるようでございました。まあそこがね気になる方はちょっといらっしゃるかもしれません。はい、というわけでですね、キャットインザボックスをご紹介いたしました。まあ本当にオンリーワンのね、であのトリプテンゲームなんでね、こちらは本当にいろんな方に楽しんでいただければと思いますし、このアートワーク私大好きなんですよね。本当ね、画集出してくれないかなと思うぐらい好きなわけですけどもね、こちらの方ですね、ようやく日本語のね国内の方でも流通するようになりましたので、ぜひいろんな方に試してもらえれば私のこの気持ちが伝わるんじゃないかなというふうに思います。というわけで今日はキャットインザボックスをご紹介いたしました。ザゲームチャンネルのR99でした。はい、動画をご覧いただきましてありがとうございました。ザ・ゲームガイチャンネルですね、ボードゲームの専門チャンネルになっておりまして、様々なボードゲームのレビューとかですね、プレイレポートなどをお届けしております。もしですね、このチャンネルをお気に入っていただけましたらですね、チャンネル登録とかですね、個別の動画へのいいねボタンをよろしくお願いします。ザ・ゲームガイチャンネルの春99でした。